エイブラハム・クラークはアメリカ合衆国ニュージャージー出身の政治家であり、アメリカ独立戦争で活躍した。ニュージャージーの代表として大陸会議に出席してアメリカ独立宣言に署名し、あとに1791年3月4日から1794年に死ぬまでアメリカ合衆国会議員を2回期務めた。クラークはニュージャージーエリザベスで生まれた。 父のトマス・クラークは息子には係数に転与の才能があると認識し、測量を教える家庭教師を雇った。測量師として働きながら法律を独学し、法律実務についた。弁護士を雇えないような貧乏人を守ることを申し出たので、非常に人気が出て貧乏人の相談相手とも知られるようになった。1748年にサラハットフィールドと結婚し、 10人の子供を設けた。自分の農園で子供たちを育てながら植民地議会の事務官として政治の世界に入ることができた。後にエセックス軍の高等保安官になり、1775年には植民地議会議員に選ばれた。公衆安全委員会の委員にもなった。1776年早く、 大陸会議に出席したニュージャージーの大議員はイギリスからの独立に反対していた。この問題が加熱してくると、植民地議会は大議員すべてを独立に賛成するものに入れ替えた。クラークは、植民地が独立を果たすべきと意見を強く口に出していたので、1776年6月21日、ジョン・ハート、フランシス・ホプキンソン、 リチャード・ストックトン及びジョン・ウィザースプーンと共に大陸会議新代表に指名された。6月28日にフィラデルフィアに到着し、7月初めにアメリカ独立宣言に署名した。クラークの息子たちのうち二人は大陸軍の士官になった。この二人が捕虜になり、拷問を受け、調着,着された時ですら大陸会議で子供たちについて話そうとはしなかった。しかし、 一度だけそのことを持ち出す機会があったが、それは息子の一人が残酷さで悪名高い監獄船ジャージーに収容された時だった。クラーク隊は地下牢に押し込められ、鍵穴を通して入るものしか食べ物を与えられなかった。大陸会議は愕然とし、イギリス軍に陳情したので、その待遇は改善された。クラークは1778年まで、 大陸会議大議員を務めた。ニュージャージー国議会はその後も1780年から1783年、及び1786年から1788年の2度、クラークを大陸会議に送り出した。1794年の州憲法会議が開催される前に引退し、自宅で日射病のために死んだ。ニュージャージー州ユニオン郡にある、 クラークタウンシップはクラークにちなんで名付けられ、またロゼルにあるエイブラハム・クラーク高校も同様である。クラークはラーウェイにあるラーウェイ墓地に埋葬されている。ありがとうございます。